般若の呪い。鬼の犬がクロードの匂いを嗅ぎ当て、遠吠えを上げて主を呼んでいる。闇ガラス。意を殺めたように見えたが、ただの思い違い。クロード、生け捕りにしろ。最後の鬼が倒れた時、不意に鈴の鍵が開いた。あの日から対馬は我の血肉とな。古来より人は人を見えとしていく。腹をすかれたままだ。クロードを食おうと唸り声を上げている。イオの思惑を止める手立ては一つしかない。その魂を食われる前に僧侶たちを救うことだ。クロードは苦難を望み、クロードは鳥居を抜けると怪しげな村に出た。その光景に思わず息をのむ。イオが送り出したのは鬼の杖。首を切り落とさんと高ぶっている。これはわしが出した巻物。人力は水泡にキスだって。イオの杖を捕虜の体は無事であったが、魂は塔に食われていた。捕虜の魂は救い損ねたが、イオの分身を打ち倒し杖を退けた。イオの声はもう届かない。なれどイオは敗れたのか、もしくはすでに他の地へ狙いを定めたのだろうか。
クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。